道産木材の PR に道庁が率先して生まれ変わりました。1階のロビーで道産木材を生かした内装工事が完了しました。札幌市中央区の道庁1階ロビーでは、去年4月から行われていた杉やカラマツなどの道産木材を活用した内装工事が完了しました。先ほどロビーを視察した鈴木知事は、北海道の木のぬくもりと暖かさを感じてもらい、道産木材を広げていければとコメントしています。ロビーの全面開放は来週28日からで、31日までは完成を記念するパネル展も開かれます。